2019明治安田生命 J3 リーグ第23節ガンバ大阪 U23 対 YSCC 横浜、秋の爽やかな風吹くナイトゲーム、パナソニックスタジアム吹田で行われます。青と黒のユニフォーム、画面右ガンバ大阪 U23、 そして YSCC 横浜は画面左白のセカンドユニフォームで入場です。さあ、それではガンバのスターティングメンバーです。ゴールキーパーは谷、442と予想します。大串、松田、大野、山口、ダブルボランチが奥野と伊勢、福田と柴本、そして2トップ川崎と遠山翔司というメンバーです。さあ、一方 YS 横浜のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは佐川、ディフェンス4枚、こちらもダイヤモンド型の442と予想します。川野、リンジェ、ジャブラにあり、宮尾、大泉、中盤ドタテがアンカーの位置、佐藤と吉田、トップ下に奥田、ツーフォワード浅川とスタメンに戻ってきた新というメンバーです。さあ、その先制点に向けて YS 横浜、新がボールを持つエリアの中に行く、新、そして浅川、そして奥田のシュート決まった。前半の29分、奥田光也、今シーズン4ゴール目で YSCC 横浜先制。その取りたいと言っていた先制点がこの時間に生まれました。ガンバに1本もまだシュートを打たせていない中で YSCC 横浜が崩しきって得点。浅川から最後は奥田、右足。さあ、一方1点を追いかけるのはガンバ大阪 U23、 左サイド32番の柴本、縦のパス、さあボールがつながって川崎の初ゴールなるか。川崎ボールをまだ持つ、シュートに行く、後ろからシュート、ゴールの右を通過、縦のパス入った、前を向く柴本、スペースに出す、しかしこれを宮尾、しかしまだある、遠山残す、倒されて PK、 遠山が倒された。横浜のシュタルフ監督は非常にそれでアクションを大きくしています。 YS 横浜のシュタルフ勇気、リヒャルト監督、ここは宮尾が遠山を倒してしまいました。柴本のシュート、バーに当たる、柴本がエリアの外から狙っていきました。後半のオープニングシュートはガンバ、柴本の右足、クロスバーを直接叩きました。吉田のクロスを上げさせない松田、なんとか残す、川崎スルーして宮尾、胸で落とす、ここは YS チャンスになった、シュート、谷がキャッチ、なんとか谷が両手で抑えました。左足、いや右足だ、ファーサイド、ここに選手はいません。ただ逆サイド、このこぼれ球をしっかり奪って、もう一度チャンスになった、シュート、サイドネットを揺らしました。宮尾飛び出してボールを受けて左足を振り抜いていきました。中を見る、スルーした奥田ですが、ここに選手がいませんでした。さあ、そしてチャンスになんかシュートを打った、谷パンチング、谷がゴールコースに飛んだそのボールを両手で飛び込んで弾いていきました。さあ、ここはチャンスになった、 YS 横浜抜け出している、シュート、谷がパンチング、11番の新、テクニックのある川崎が奪い返されましたが、ガンバが奪い返して、さあ川崎にボールが再びつながった、
さあ川崎 J 初ゴールなるか、川崎のシュート、ゴールの右、悔しがる川崎。またしても J 初ゴールなりません。川崎遠い遠いこの1点。白井のクロスに選手が倒れていますが、ここで長い笛、ピッチを叩いて喜んだ YS 横浜の選手、そしてガッツポーズを見せたシタルフ監督。 YS 横浜2試合連続の無失点試合、課題の守備を克服して今シーズン2度目の連勝を挙げました。